はい、おそらくこれはボルボの B10N ではないかと思うんですが、アクティブツーリングコース、スウェーデンの B10N の連携型で、全長18メートルの指が自動的にスタートする第3人のゆえに、最小回転半径に12メートルで、それで全長2メートルの B10N と変わらない。イヤサズが特徴で、第1輪と第3輪の完全に同じものによって、部品の形状を密封にしていると。で、市街地専用をはじめとして、さまざまな用意られるという、まあ、車ではないかと思います。おそらくはボルボの B10N ではないかと思いますけども、まあ、詳しくのところは、まあ、ちょっとは分かりませんけど、おそらくその、車のハイデッカーの、バスではないかなと思います。で、これは、マッチボックスのね、バスになっています。で、こういうふうになんかの、実際にする、この空港は実際する空港らしいんですけど、空港のね、名前を取った、バスということで、なかなかこう、昔のマッチボックスのね、良さが出てて、非常にこういう独特な形のバスというのは、まあ、好きな形でね、いいなというふうに思う車ですね。なかなかこれもこれとして非常にこう魅力的かつ、まあ、特徴的なところがあって、これはこれで非常に面白みがあっていいなというふうに思うバスでね、あのいいなというふうに感じる、レトロな感じが強く出ているバスです。どうもありがとうございます。